ガオー浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。満たされるけどお腹がすく。父と息子のお弁当物語。シングルファーザーが高校生の息子のために3年間作り続けたお弁当を美味しそうな写真と文章で綴った461個の弁当は、父と息子の男の約束。 映画家です。井ノ原、えー、若い人にも年寄りにも愛されるまさにはまり役のキャラクターです。そして親の離婚や父に対する劣等感、一年遅れの高校入学など、難しい年頃の息子を、関西ジャニーズジュニアそのうちのユニット、何は男子が演じます。 家族、マッシュや父と息子は一番近いけれども、お互いに何を考えているのかわからない。そんな中、弁当作りだけが、弁当を通して不器用な二人が会話し、それぞれの繊細な部分を感じ取っていきます。それでは、お先に失礼します。